おはようございます。黒バラ軍団のリノです。今回のターゲットオールはキコーナ茨城店さんです。入場抽選は4番でした。で、本日の立ち回りなんですが、前日下見をした際、ジャグラーの方に高設定っぽい台が数台ありまして、2日間連続で高設定台もありました。なので朝一は、ジャグラーの方のリセットを見ながら立ち回りたいと思います。で、攻めれない状況でありましても AT-ART 機のリセットを見つつ臨機応変に立ち回りたいと思います。で、前回勝ち点3ポイントいただきまして、サマイ数ポイントまであと数十枚だったので、今回はサマイ数ポイントも取れるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。で、朝一は出目変わってないんで、学訓チェックから行きます。学訓ですね、次行きます。これも出目変わってないんで、このまま行きます。学訓ですね、次行きます。で、これも出目は変わってないですね。行きます。ガクンですね。で、他のお客様もちょっと1ゲームずつ回してるので、一応昨日高設定っぽくない台をとりあえず回してみます。スルーですね。他の方も見ます。こちらの方も、出目は一緒ですね。これはアペックスのちょっと割高いやつですけど、いきます。スルーですね。と、一応こちらの方が前日3157ゲームでビッグ9のバケ18っていう台なんですが、一応こちらの僕しか今見てないと思うのでスルーしたんですが、後で、やれる台がない場合にこちらの方戻っていきたいと思います。で、あともう1台、806番台、こちらの方ですね。こちらの方も5900回転で28の27、こちらの方も、出目は変わってません。見ていきます。これもスルーですね。もう一台、もう一回回します。スルーですね。これもスルーだったので後で、戻っていきたいと思います。次行きます。と、こちらの777番台が前日6000回転で28の24で、出目は一緒です。こちらの方も、見ていきます。右側がくんなんでちょっと微妙なんですけど、これは変更と見ます。で、他に上げ狙いとして候補が数、前日前々日とついてない台をとりあえずガックンだけ見たいと思います。スルーですね。一応今のところ見た感じは、一応一番機械割が低いジャグラーアペックス、そちらの方が2台とも、昨日前日5、6っぽい、数値だったので、そちらがスルーしているので、で、今それを見ているのは僕だけなので、一応朝一はリセット
他の AT、ART 機のリセットを見ながら、後で戻ってきたいと思います。これは据え置き確定ですね。対策のをしてないので、こちらのもほぼ据え置きだと思います。スルーですね。であとですね、朝一から打てる台として、前日こちらのモンキーターンが、AT5 71ゲームやめだったので、こちらの方、あと128まで、打っていきたいと思います。ではこちらの方打っていきます。一応モンキーの場合、AT5 0ゲームやめから打つと、あと期待値はほぼほぼないんですけど、5、60ゲームぐらい回った後から打てば結構期待値は多少でもありますので、前日下見をした際に、朝から打てる台っていうのがだいたいこの台ぐらいしかなかったので、一応こちらの方を128まで、様子を見たいと思います。で一応リセットがかかってる状況ならそのまま、天井が512ゲームになりますので、とそのままリセット狙いとして打っていくことも可能になります。多分なんですけど前兆が来ないので、リセットの可能性がちょっと、ありがとうございます、上がってますかね。で一応ほぼリセットの場合、懲罰とかの前兆がない限りはだいたい110ゲーム前後に輸出モードが出てきますので、一応そちらの方を見ながら、攻めていきたいと思います。とりあえず今117ゲームまで回したんですけど、前兆っぽい演出が起こらないので、一応これはもしかしたら演出を選べなかっただけで据え置きの可能性の方が高いかもしれないですね。一応今輸出がの前兆煽りが来ちゃったので、一応前日が71なので200のゾーンですかね。なのでほぼほぼ据え置きですね。一応この輸出だけ見て、やめたいと思います。7ゲーム8点。これはダメっぽいです。とこの演出外れたので、一応他の台を見に行きたいと思います。今あのホールを見た感じだと朝一の状況は多少は分かったので、とこちらの方前日が5900回転で107分の1 28の27ですね。でこちらの方を僕前日出メモ取って、する据え置きの可能性が今高いので、他の台期待値が高い台が空くまではこちらの方で様子を見ながら打っていきたいと思います。でお店を全体的に見たジャグラーのそうだったんですけど、
ジャグラーガールと IMEX、 アイムジャグラーですねに関しては前日高設定っぽい共同の台は変更だったんですけど、アペックス、こちらのアイムジャグラーアペックスだけ捨て置きの濃厚だったので、もしかしたらこの機械割りが一番低いから捨て置いてる可能性もありますし、設定5だからっていう可能性もあるので、一応公約もちゃんと取りながら、打っていきたいと思います。166ゲーム、チェリーからのペカリですね。ビッグで、チェリーバグですね。一応前日が合算が108分の1ぐらいで終わってるので、すごいその6を振り切っちゃってるので、もしかしてこれが仮に捨て置きだとしても、ちょっとこう幅として下振れというか、そういうので来てる可能性もあるので、なんとも言えないですし、一応リセットの方も出目は一緒だったんですけど、たまにこうガクンをしない変更の状況でもガクンしないこともありますので、一応これで子役見つつ、こうボーナスがある程度やっぱりついてこない場合はやめようかなと思います。で現在548ゲームですね、自分ではだいたい500ゲームぐらい回したんですが、チェリーボーナスがチェリーのレギュラーが1回だけで、子役が 6.3 分の1、一応これじゃまだ全然わかんないんですけど、一応ボーナスが全然つかないということもありまして、前日、チェックした台、もう1台スルーしている台ありますので、一応そちらの方に移ってみたいと思います。一応こちらの方が前日だいたい3100ゲームぐらいで9の18で、118分の1ぐらいですかね、だいたい高設定濃厚という数値なんですけど、一応さっき回した感じ的にもまだ全然あれだと分かんないんですけど、一応こちらの方も回してみて、これでもちょっとボーナスの付きなどが悪いようだったらやっぱ考えてみようかなと思ってます。だいたい 7点ちょっとぐらいなんですけど、やっぱりその前日が、ようやく行かれましたね、140ゲーム1区で、ようやく行けました。外市が、1200枚ですね、1200枚の1区、これは助かりました。一応140ゲームなんですけど、こんなゲーム数じゃ全く子役当てたんないんでね、あれなんですけど、一応 8.2 分の1ですね。分かりましたね、152ゲーム153ゲームビッグボーナス。一応今こちらの方が446ゲーム回して、ブドウが 7.3、 ビッグが2回で、このまま打ち続けてもいいんですけど、ちょっと弱く、挙動の方が弱いので他の台を探しに行きたいと思います。ボス
サラリーマンバージョンなんですけど、当日276ゲームの台で、強気の台が番長の方ではちょっと多く見られているので、こちらの前日が450ゲームで、現在合わせると酔い越しだと730ゲームぐらいですね。なのでこちらの方、天井狙いで打っていきたいと思います。さあ打ってきます。で、一応この台がちょっと据え置きか平行かちょっとわからないので、一応今合わせると733ゲームなので800のゾーン、あとだいたい60ゲームぐらいですね。一応それを見ながら、続けるか、やめるかを決めていきたいと思います。800のゾーンなんですけど、347ゲームベントですね。348ゲームベント、ちょっとこれだと雫がちょっと分かりにくくなっちゃいますね。多分これに関しては弁当の可能性があるので、多分なんですけどほぼほぼ設定変更ですかね。369ゲーム弁当です。あれ、リオーモンの煽りが来てますね。これはとりあえず何も引いてないので、新時発リオーモンじゃ。これは一枚役からの二王門ですね。これ設定差かなりあるんですけど、一応でリセットなんで、一応設定差は大きいんですけど、天井狙いでこれは狙ってるので、ちょっとこの二王門 と、400のゾーン打った後にちょっと考えて、判断したいと思います。でこれ打ってきますね。二王門です。10% ですね。もう 10% いただきました。390ゲームいただきらしい。いや助かりました。でこのまま一応400のゾーンも狙えるので、ここは世界でも当たりたいですね。赤いいただきラッシュですね。鏡でいきます。左中中右左左。あ、やっぱり今音変わったので、まあもうほぼ変更は間違いないですね。で一応リセットの偶数ゲーム、400ゲーム200ゲームとかは専用で、普通の200、400よりも当たりやすくなっているので、一応ここは当てたいですね。中左右右左中右左右。延長ですね。
役は逃しちゃったっぽいですね。ポッション出ましたね。そうポイントからの10ゲーム。この頂きラッシュは178枚の獲得で終了です。この台で1万役から、2王門で設定差が結構大きいところを引いてるんですけど、ここから設定判別をして設定がなかった場合に結構リスクが高いので、この台は一応やめて他の台を見に行きたいと思います。この台を128ゲームまで、天国があるかどうかだけ確かめたいと思います。こちらの方状況多少でも打ちつつ、また周りを見ていこうかなっていう形に攻めていこうかなと思います。これアイムジャグラー EX なんですけど、2100回転で131分の1、ビッグ8のレギュラー8なんですけど、ホール全体をずっと1時間ほど見てるんですけど、 AT-ART 機 の、 その期待値がある台などは、まあ、やっぱり開く気配もなく、やっぱりもう今できる最善っていうのがこういう台を少しでも打っていくことしかプラスにつなげれることができないので、とりあえずこの台を打ってみたいと思います。で一応これの投資で1550枚目なんですけど、まあ一応こういう台をもう打って、とりあえず設定が良ければもうちょっと取り返せるか分かんないんですけど、一応やれることだけちょっとやってみようと思いまして、普段であんまりこういう台はそこまでは打たないんですけど、ホールさんの状況から考えると今はこれこういう台を打つのが得策かなと思いまして打ち始めました。194ゲームかかりましたね。ビッグボーナス投資は1600枚ですね。怒りましたね。67ゲームビッグボーナス持ちコインでの挑戦ですね。114ゲームですね。114ゲームビッグボーナス18ゲームチェリーチョークですね。チェリーチョークからのレギュラー一応今ジャグラーの方ボーナスついてきてるんですけど、一応 AT-ART 機の天井狙いなどできるかもしれないので、一応ホールの方一回見に行ってきます。
見てきたんですけど、期待値が結構高い台っていうのが見当たらなかったので、今まだ合算の方が、今119分の1なんで、まだこれの方を続けたいと思いますって言ってた時に光りました。6ゲームですね、6ゲームレギュラー、光りましたね。9ゲームビッグボーナスですね。いや早い、一応今このビッグでだいたい1000枚ぐらい、1000枚近くか1000枚以上ぐらいですね、獲得になって、総投資が1600枚なので、一応今合算等もいいですし、このままそうですね、この1600枚以上取れるように頑張っていきたいと思います。変わりましたね、71ゲーム、ここはビッグがいい、あービッグ食らいましたね。これで多分1200枚前後ぐらいになったので、あと400枚ぐらいですね。変わりましたね、95ゲーム、チェリーからの、ビッグで、ああビッグですね、チェリーからのビッグ、これで大体多分1450枚ぐらいですかねにはなったと思うので、あともうほんと一押しですね。変わりましたね、チェリー19で、これもビッグでお願いしたい、あーレギュラーっすね。一応今がだいたいこれで1300枚ぐらいですかね、1300枚あるかどうかぐらいだと思います。ゲームっすね、これビッグだとあの勝ちあるかもしれないんで、これマジちょっとこれこの1ゲームはでっかいっすね。ちょっともうちょっと ここの目は嫌なんで、とりあえずもう2角で、あービッグっすね、ジャンバリっす、ジャンバリバリ、ジャンバリバリ、いやこれもしかしたら今もうまくってるかもしれないんで、一応今こちらの方が合算の方が設定5の以上ぐらいにはなってるんですけど、子役の方が 6.5 と結構ちょっと悪い状態なので、もう少し回してそれでも子役等が上がらないようだったら周りの移動も視野に入れて始まっていきたいなと思ってます。変わりましたね、52ゲーム、これもビッグだったら結構余裕できるんですけどね、ビッグっすね、いやマジでかいっす、いや今ボーナス確率が設定5、6以上で、一応ビッグに偏ってはいるんですけど、で普段
分自分がアイムジャグルを打つ際に、重要視しているのがやっぱり攻略確率、設定6だけやっぱり攻略確率が強いので、で今攻略確率が 6.46 ですね。先ほども 6.5 ぐらいで一応そこら辺をずっと、行き来してるって形なので、もしかしたら設定5以下5でもない可能性も一応ありますので、今自分の方がこの台に対して全体でプラスになってるうちに一応この台はやめときたいと思います。今ホールを全体的に見渡したんですけど、夕方以降から、人の方が結構多くなってきたんですけど、期待値がある台などもちょっと待ってみたんですけど、やっぱり空きそうにもなく、今現在自分がジャグラの方でプラスの状態でもいるので、本日はちょっと早いんですけど終了の方にさせてもらいたいと思います。ありがとうございます。1902枚でした。お疲れ様です。実戦の方終了しました。本日の立ち回りなんですが、朝一からジャグラーの据え置き狙い、 AT-ART 機の鎧越し狙いなど数台こなしたんですが、出玉は伴いませんでした。その後ジャグラーの合算がいい台が空き、6っぽくはなかったんですが、高設定っぽい挙動を示してくれ、出玉が伴い勝ちにつながりました。で本日の結果なんですが、投資が1600枚、回収が1902枚、サマイがプラス302枚でした。で本日勝ち点3ポイントいただき、合計で6ポイントになりました。次回も必ず勝ちたいと思いますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。